今シーズン10代ながらスペインリーグで大きな輝きを放った久保建英。その久保建英に似ているプレースタイルといえば、世界最高の選手でもあるメッシではないでしょうか。共に左利き、小柄など共通点も多い二人です。そして二人の優れているところが、そう、ドリブルです。今回はそんな二人のドリブルについて分析してみました。まず二人のドリブルの記録についてです。久保建英は今シーズンリーグ戦で64回のドリブル成功数を記録しています。これはリーグ全体で7位の成績です。一方、メッシはリーグ1位のドリブル成功数を記録。その回数はなんと182回。久保建英とは3倍、そして2位のフェキルともおよそ2倍の差をつけています。またメッシは最近10シーズンで6度の最多ドリブル成功選手に輝いています。まあ、久保も10代の選手としてはもちろん素晴らしい成績なんですが、これを見るとメッシはとんでもない選手ですね。また2人のドリブルの特徴について。久保のドリブルの特徴は細かいボールタッチです。今シーズンは右サイドでプレーすることが多かった久保、とりわけサイドラインに背を向けたプレーがもう一級品でした。特に相手を引きつけた瞬間に縦にボールを出し抜くプレー、これはよく見られましたよね。で、メッシのドリブルの特徴は細かいボールタッチからディフェンスの重心の逆を突き抜き去る、これが特徴なんですね。そしてここからは個人的に印象に残った今シーズンのドリブルのプレーについてそれぞれ挙げたいと思います。まずは久保建英。久保で印象に残ったドリブルは第31節のレアルマドリード戦。久保にとってはレンタル元となるチームとの一戦でした。印象に残ったドリブルは後半17分、ペナルティーエリアから少し外でボールを持ったプレーでした。敵陣中央からドリブルを仕掛け、ドイツ代表のクロースを置き去りにするとダブルタッチでスペイン代表セルヒオ・ラモスをも抜き去り、さらにはフランス代表のフェルナンド・メンディを翻弄して右足でシュートを放ちました。歴戦の猛者たちを翻弄したプレーはまさに強烈なインパクトを与えました。まあ、試合にはね、敗れてしまいましたが、レアル首脳陣の評価が上がったことをこれは間違いないでしょう。そして今シーズンメッシで印象に残ったドリブルは第29節のレガネス戦、ペナルティーキックを獲得したプレーです。ハーフウェイライン付近からボールを持ったメッシは相手ディフェンスの重心の逆を突き攻め上がります。で、ユニフォームを引っ張ってくる相手選手をものともせず突き進み、2人目も抜き、そして駆け上がります。その後メッシはペナルティーエリア内でスアレスへのパスを出した瞬間に相手に倒されペナルティーエリアキックを獲得しました。ドリブルの速さだけではなく簡単に倒れない強さも併せ持つメッシ、32歳となってベテランの域に差し掛かってきましたが、まだまだこういうプレーが見たいですね。ということで今回は共にスペインリーグで活躍している久保建英、メッシ両選手のドリブルについて特集しました。まあ我々日本人としては久保がどんどんメッシの域に近づいてくれること、これを祈るばかりですね。他にも特集してほしい選手がいたらコメント欄でお願いします。またこの動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。